こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの小説の、短編集になります。君の名は、大人気映画君の名はの、サイドストーリー集ということになっておりまして、主人公以外の登場人物たちのが主人公になった、短編集ということになっていまして、映画も小説も読んだ方は、もうこの本をお勧めしたいと思います。でそれぞれの周りを取り巻く主人公たちの周りを取り巻く登場人物たちが、どういう背景があったのかなんていうことも分かって、より物語が深く楽しめる内容になっているのではないかなと思います。で僕が個人的に一番、気に入ったのはこのお父さんですね。お父さんのこの町長さんのこの若かりし頃とかお母さんとの出会いみたいなところからの、映画につながるこのストーリーが非常に、より物語深くなんか背景を知って楽しめるかなっていう感じがしましたので、ご興味のある方は映画と小説を読んだ方はぜひ目を通してみてください。以上です。